アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 松本です。はい、今年も残すところあと3日4日ぐらいですね。はい、どういう年末を過ごしてますでしょうか。 DJ はですね、バイクしばらくあんまり乗ってなかったんですけど、っていうのはまあいろいろとエンジンのかかりが悪かったり、これバッテリーの問題なんです。あとチェーンが伸びきってて、これいつ外れていつ切れてもおかしくない状態というの、まあそんなのがあったり、あとフロントのブレーキのブレーキランプがつかないとか、いろいろあったんですよね。でその辺とあとは骨折が重なって、バイクをどうしようかと思ってたんですけど、結局全部修理しました。で、まあ買い物がてらに、まあ思想がてらにちょろっと空いてる時間を利用して乗ったりもしてるんですけど、まあ手放さないかなっていうところで、今夜もネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM、はい、改めましてこんばんは、 BJ 松本です。はい、バイクはまあ2ヶ月に1回ぐらいしか乗らなくなってたんですよね。まあはい、そういうのもあり、まあだから整備不良といいますか、いろいろとこうね、具合の悪いところが出てきてるので、これ全部直して乗るかな、どうなのかなと思ってたんですよ。でまあそうこうしてるうちに、まあそれは春ぐらい、夏前ぐらいだったんですけど、まあ、そうこうしてるうちに肩を起こす骨折しまして、で、自分は今まで骨折したことは一回もないんですね。で、まあ、バイク乗ってた時、まさかこけるとか、骨折するとか事故るとか考えたら乗れないじゃないですか。だからブンブン乗り回ってたんですけど、肩の骨折はバイクではないんですよ。ウクレレキャンプで転んで骨折したんです。回復した時に、その回復までの期間、まあ、短いのは短かったんですけども、お医者さんに言われてですよ、回復が早いって言われたんですけど、でもその間生活が結構大変だったんですよ。で、まあ、肩の骨をちょっと骨折しただけでこんなに大変なのに、まあ、ウクレレはおかげさまで、引くのには支障はなかったんですけど、これバイクで転んだり、もし万が一車とぶつかったり事故したりしたら、もっと大変なことになって入院したりとかですね、ウクレレが弾けない、後遺症でうまい具合に、手が動かないとかなっても怖いじゃないですか。車の場合は周りが鉄板で囲まれてますから、まあ多少ね、まあもちろんぶつかって事故ったら大変なことになるとは思うんですけど、バイクの場合は、周り何にもないじゃないですか。生身の体なので、かなりその、何かあった時の衝撃が大きいということで、乗るのを躊躇して、まあ、そのまま手放そうかなとも思ってたんですけど、まあ一つこうね、バッテリーを買ったら、ついでにハンドルの、グリップを変えたりとか、いろいろやっていくうちにだんだん楽しくなってきて、はい、で、チェーンも自分で交換したんですけど、意外と簡単に交換できたんですよね。はい、で、交換すると今度はまあブレーキランプついてなかったのも、今すごいですね。アマゾンでそのスイッチが変えるんですよね。バイクの名前入れて、フロントブレーキの、スイッチなんて検索するとあったんですよ。で、それ注文してつけたら簡単にブレーキランプがつくようになって、まあ今まで後ろのブレーキはついてたので、まあそんなね、走ってる時に危ないことはなかったんですけど、これで完璧になったら乗るかなということになりまして、ちょろちょろと空いた時間見つけて海行ったり、スーパーまでちょっと乗ってみたりなんて楽しんでます。
ヶ崎 FM。 はい、まあ、BJ が乗ってるバイクはそんな大型の大きいものではないんですけども、わりかしこう街乗りような感じ、お手軽にですのでこういろいろいじれるんですよね。で、自分でマフラー変えたりとか、メーターを変えたり、いろんなところを自分でいろいろやって、今の形になってカスタムも結構してきたんですけど、そのおかげで、まあ、音がこれ素晴らしいんですよ。排気量が小さい割には結構重低音のドコ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 した音が存在感があってですね、で低速で走ってる時の音がすごくいい感じなんですね。で、まあバイク、なので燃費もすごくいいです。はい、30キロいくかいかないかぐらいかな、リッターだから、まあ結構いい感じでしょ。はい、でまあ維持費もそんなにかからないですし、何よりもですね、車では味わえないこの快感の風っていうのが何とも言えないんですよね。はい、でまあちょろ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 これから乗ってみようかなって、まああんまり危ないような乗り方はしない、なるべくまあ高速とかを乗らないようにですね、はい、下のあたりをちょろちょろ危なくね、この間すり抜けていったりとかって、時々バイクいるじゃないですか、ああいうことしてるとやっぱ危ないですからね、そういうのないように。で排気音、このマフラーの音結構大きくしてあるんですよ。規制ギリギリぐらいまでになってるので、わりかしこの周りの車から気づかれやすい。はい、マフラーがしっかりしててあんまり音がしないバイクっていつの間にかそばにいて怖って思ったこと車で乗っててないですか？でも排気音の大きなバイクだとわりかしこう目立つじゃないですか。どこ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 車の横とかで鳴ってるとバイクがどっかにいるなっていう、まあそういうので一応安全な感じにはしてるので、決して無理をせずですね、はい、ちょろちょろと乗ってみたいと思います。まあその辺をちょろっと乗って、まあ楽しんでみるかなという感じですね。はい、まあ皆さんも機会あったらバイク乗ってみたら楽しいですよ。はい、まあ都内に住んでる人とかは、こっちまでこう街中を走ってくるじゃないですか。まあ箱根の方とか伊豆の方行くときに、こう都内からこうずっと都会の中を走ってきますね。あとこの茅ヶ崎あたりに到達すると景色が開けて海が見えたりとか、いい部分、この辺から楽しいっていう話よく聞くんですよね。でも昔向こう東京の方に住んでた時は、この辺に来ると自然がいっぱいになって、さあこっからツーリングだっていう感じのところ、茅ヶ崎からだとそこスタートになるんですよね。だから東京の方からの友達とツーリング行ったりする場合は、やっとこの辺に来て自然になったところへ、わあこっから走ってると気持ちいいよっていうあたりで出ていくので、あとは楽しいばっかりですよね。はい、皆さんもみじラインとかいう箱根のところ、芦ノ湖へこう湯河原から上がっていく道があるんですけど、その辺もバイクで行くと気持ちいいですよ。はい、すでにご存知の方、 YouTube などご覧いただいている方はご存知かと思うんですが、湘南ウクレレクラブのアロハ、これができましてですね、まあ、オリジナルアロハと言ってるんですけど、オリジナルというか湘南ウクレレクラブというロゴ、文字が
胸のところに刺繍してあるだけ、まあオリジナルはオリジナルなのでオリジナルで貼ってますよね。はい、この、アロハができましてですね、これから湘南ウクレレクラブ皆さん、ステージに上がる人は揃えていただいて、一緒に、こう統一感を持ってですね楽しもうかと思います。昔にそういう衣装を作ろうという話も一時あったんですけど、その頃にまたコロナ感染症で外出禁止とかになったじゃないですか。その間に立ち消えになってて、まあ、そういうコンサートとかも、みんなで出るようなものもなくなりましたからですね。で、まあ、こう一段落してこの世の中が落ち着いてきたということで、今後ステージがまた増えてくるんじゃないかなというところ、まあ、そういう衣装を着てですねみんなで、楽しんでみたいと思います。もちろんその、コンサートに出るだけではなく、あとはまあなんかのパーティーだったりとかですね、ちょうどクリスマスパーティーもやってきたんですけど、今度春に、春前ですか、2月の24日土曜日に、第4土曜日2月の、またそういう発表演奏会っていうのがあります。そういう時にみんなでこう来てると一体感があっていいじゃないですか。あとはウクレレキャンプとか、まあそういうのでいろいろと、いろんな場で皆さん来てくださいねっていうことで、作ります、作りました。詳細はですね湘南ウクレレクラブのホームページ、そこのお知らせのページに書いてあります。はい、本日の3曲目は湘南ウクレレクラブの2024年1月の課題曲、 DJ のオリジナル曲で帰るうち、聴いてください。暗い夜空に一つの星が昇ってくる、寂しい心にどこからか刺してきた。帰るうちはありますか、暖かい日が灯る家、帰る時は決めずにのんびり行こう。はい、ありがとうございました。アコシュミンネトラジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まああんまり年末っていう感じがしないんですよね。まあテレビを見ないからなのかもしれないです。テレビを見るとあと今年も残すところ何日ですねとか、年末特別編成みたいなのがあったり、年末時代劇みたいなのがあったり、今やってるんですかね、まあ、そういう年末にかけての番組を見てると、あ、お正月が来るんだなという感じ。まずうちの実家なんか、お正月前にお餅ついたりとかですね、昔やってましたよね、はい、大掃除とか家を上げてやったり家具動かしてなんていうのもあったんですけど、今そういうところまであんまりないですよね。はい、なんか寂しい感じがしますけども、まあ暮れていくということで、今年も1年皆さんありがとうございました。来年も BJ 並びに湘南ウクレレクラブよろしくお願いします。このネトラジもお願いしますというところで、良いお年をお迎えください。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM